2011年5月、横浜市役所で厚木基地司令官のエリック・ガードナー海軍大佐と階段の折、友達作戦パッチを受け取る林、林文子は日本の実業家、政治家、神奈川県横浜市長、1946年東京と生まれ、東京都立青山高校卒業、1999年にファーレン東京の社長、2003年に、 BMW 東京の社長。2005年に大英の社長などを歴任。2009年からは横浜市長。現在3期目。相模原市長であった加山敏夫が2019年に落選して退任したことで、政令指定都市市長では、林が最年長となった。現在は IR 誘致に尽力をしている。林文子横浜市長。ザ。 横浜パレード2017にて2018年10月18日、撮影2018から 19B1 第3節、横浜富山横浜文化体育館にて、学校給食法大市場は、義務教育の学校設置者について、給食が実施されるように努めなければならないと定めているが、横浜市は、公立中学校の給食を実施していない。 2016年5月時点の首都圏における公立中学校の給食実施率は神奈川県以外の1と5県では100%近くなのに対し神奈川県は27.1%横浜市は無実施であった2014年に林は生活環境も変化しており新たな中学校昼食のあり方を検討する必要があると語っており横浜市は 従来の家庭弁当とともに独自の中学校昼食方式を模索した。同年、家庭弁当と業者弁当を念頭に置いた設問にてアンケートを実施、横浜らしい中学校昼食のあり方を取りまとめた。この指針に沿う形で家庭弁当を基本とし、事前予約による浜弁及び当日注文できる業者弁当で、 保管という横浜方式の中学校昼食が2016年7月から実施された。浜弁は配達弁当であり、配達日の7日前までにネット経由で予約を行う。ご飯、メインのおかずを2種類から選択、汁物、牛乳の組み合わせで構成され、ご飯、おかずのみでは1食360円、フルセットでは470円という価格設定である。これは、 一般的な給食代金からは100円200円ほど高い水準となる。おかずに関してはハンバーグを割ろうとすると割り箸が折れるほどの硬さで提供されるなど衛生面を重視した結果食べにくいメニューも存在し学校側では昼休みを延長するなどの対策をとっている。市が当初に想定していた浜弁の利用者数は全体の2割だったが2017年4月の 喫食率は速報値わずか1.1%という非常に低い利用率にとどまった。林は1年生を中心に登録者が増加しており、期待の高さを感じていると利用が増えているという認識を示した。林は2018年度には給食費と同等の260円まで引き下げ、さらに貧困家庭には無償もしくは割引価格での提供を検討する方針である。 利用率の目標として、19年度に15%、20年度に20%を掲げているが、2018年12月時点で2.6%となっており、低迷していることを認めている。また報道では、全校が当日注文に対応しても、利用率の底上げは1ポイント程度としている。第二次、安倍政権下で火事の合法化の論議が、 活発化した2014年初頭から、林市長は、IR カジノ誘致推進を公にしていた。カジノを含めた、IR 導入は、横浜の持続的経済成長のためには必須とし、ギャンブル依存症対策に配慮しつつ、やるからには健全なものを目指すとの意欲を見せていたが、2017年7月の市長選の半年前に、白紙と立場を変えた。林市長は、 同年7月16日、横浜市長選挙に立候補の届け出を行い、統合リゾートの導入検討という形で選挙公約に取り入れた。2019年8月22日、記者会見を開き、カジノを含む統合型リゾートを誘致すると発表した。横浜港の山下埠頭47ヘクタールを候補地とし、2020年代後半の開業を目指すとしている。 林市長は定例記者会見で横浜市は2019年をピークに人口が減少に転じ、財政悪化が進むとの見通しを示し、カジノの誘致によって建設時に1兆円前後の経済波及効果がもたらされ、市には年1000億円前後の増収効果が生じると利点を述べた。会見終了後、TBS は会場を後にした林市長が執務スペースに入った直後、 大量の書類を宙に放り投げたと思われる様子をすりガラス越しにビデオに収め8月24日放送のニュース番組報道特集で放映したその映像は SNS で拡散され市民からは林市長は市長選でカジノは白紙の立場で当選した市民の声を聞かず独断で推進するのは民主主義にもとる大問題 ギャンブル依存症患者が増加する状況を作ってしまうとの批判の声が上がっている。同年9月4日、書類を放り投げた映像がテレビで放映されたことについて記者に対し、要するにお疲れ様と言って、こうやった時に手が滑ったと説明した。反対派の機運が高まる中、安全確保のため横浜市は9月6日、 市役所の2階市長室に通じる1階の大会談前に職員2人を交代で配置し市長室前への立ち入りを規制した。同日に行われた市議会本会議で自民党無所属の会の大桑正隆議員が IR の実現に向けた決断をしたのは評価すると発言すると立憲国民フォーラムの梶尾明議員や日本共産党の三輪のちえ議員らは カジノ反対の意見を述べ、与野党対立が前衛化した。一方、横浜商工会議所の上野隆会頭は、大変喜ばしく評価したいと、林市長の決断を歓迎するコメントを発表し、社内に IR の専門部署を立ち上げた、京浜急行電鉄も、横浜の将来を考えた英断に敬意を表したい、とのコメントを発表した。林市長が、 IR 誘致を表明して半年経た2020年2月、市民に反対の声が広がっていることなどが報じられている。同年9月には IR 誘致の是非を問うため、住民投票を目指す市民団体が署名活動を開始。同年11月4日、署名活動を終えた。市民団体によると、同日正午時点で市長に 住民投票条例制定を請求するのに必要な署名数の2.5倍となる約15万6000筆が集まったという。2021年3月19日の横浜市議会特別予算委員会において市が3月14日に発行した広報横浜特別号をめぐり井上桜市議からメリットの部分だけが書かれていて市民が 追うコストやリスクを知らせずに進めていこうとしているのではないかと指摘されたほか白井雅子市議からはスケジュールに市長選が記載されていないことから IR 誘致が決定事項のように見せていると批判されたこれらに対して横浜市副市長である平原敏秀では公表した実施方針本体にはリスクを記載している今後の広報で適切に情報を提供していきたいと 答弁した一方、反対意見を尊重することを求められた林は、市民説明会に行き、罵声と土声を浴び続けてきた。これ以上どうやればいいかと語気を荒ら,らげ、苛立ちをあらわにする場面もあった。市長就任直後に、保育所待機児童解消プロジェクトを立ち上げ、2010年には、全国最多の1552人であった、横浜市の待機児童数が、 2013年4月1日現在でゼロを達成したと発表した。ただし、横浜市は待機児童の定義を従来から変更し、希望の保育所等を利用できないケースや育児、休業中の家庭の児童等は含めないカウント方式を採用しており、この点は留意が必要である。横浜市が発表した2017年4月1日時点の待機児童は2人。 保留児童3257人。横浜市では、区役所に来庁した市民を対象に、窓口サービスに対する満足度のアンケート調査を毎年実施している。当該満足度は、林が市長に就任した次年度から大幅にアップし、その後も高い水準を保っている。二千十六年には、満足もしくは、やや満足と回答した市民はセントと、 過去最高を達成した全体的な印象、職員の挨拶、身だしなみなど、待ち時間と案内表示以外のすべての項目で満足が80%を超えるなど、職員の対応の良さが改善された。林は、これまで各種の申請書の記入の煩雑さを改善できなかったが、窓口前で職員が付き添うことが評価されたのだと思うとして、 対応の改善が功を奏したとの考えを示した。林は東京に企業本社が集中している中、企業誘致に全力で取り組むとして2015年4月に企業立地促進条例を一部改正し、横浜市への企業誘致を促進させる政策を進めた。この施策を進めるために経済局、産業立地調整課を設置し、京浜急行電鉄本社、 中外製薬研究所、公営テクモゲームス本社などの誘致に成功した。小学3年生までを対象に行っていた、従来の小児以上費助成制度について、2017年4月から対象を小学6年生までに引き上げた。新たに対象となった4年生から6年生に、対しては通院1回につき自己負担上限額を500円とし、500円を 超える額を横浜市が助成する。保護者の所得が基準を超えた場合、その世帯の子供は女性の対象外となる点は変わらない。対象年齢の拡大に関して、林は記者会見で横浜市としては全体最適というか、この中でしっかりと今回は6年生までということにさせていただきました。財政的には常に、 毎年収支不足が続いている中での厳しい編成で、このような制度の拡充となったとコメントした日本が、誘致を目指していた2022年のサッカーワールドカップにおいて、林は決勝戦をぜひやりたい。横浜市はもっと元気になると意欲を示していた。しかし2002年大会で決勝会場だった横浜国際総合競技場は、改修が必要で、林は、 全面回収ではなく、トラックに席を作るなど工夫ができるのではないか、とコメントをしていた。回収計画そのものは誘致そのものができなかったことで、必要がなくなったと思われた。2019年ラグビーワールドカップの日本開催が決定した。ラグビーワールドカップの決勝はもともとは、国立競技場で行う予定だったが、新国立競技場の設計変更に伴う後期の、 遅れから横浜国際総合競技場が決勝の会場になった。林はこの決定を受け、同一会場で2つの W 杯決勝戦が行われるのは世界2カ所目の栄誉とコメントした。ラグビーワールドカップへ向けて2017年5月10日、京都にて開催されたラグビーワールドカップ2019開催時1大競技会をいて横浜市長が新会長に就任した。 就任に際して、林は、開催自治体協議会の会長に就任しました。アジアで初となる、ラグビーワールドカップの成功に向けて、全国19の開催自治体で相互に協力し、また、日本政府、組織委員会としっかりと連携して、盛り上げていく決意です。大会開催まで残すところ2年余り、各開催自治体における準備を着実に進め、大会の成功に寄与していきます。 また、世界の注目が集まる、この木を捉え、スポーツの力で、日本全国に活力が行き渡る、よう、開催自治体が一丸となって力を尽くして参ります。とコメントしている。また同日、行われた、プール組分け抽選会で、開催自治体を代表し、プレゼンターを務め、グループ2の抽選を行った。取材に対して、 林は世界の注目が集まるプール組み分け抽選会で開催自治体を代表しプレゼンターの大役を務めさせていただき大変光栄でした。アジア初の開催である抽選会では全世界に日本らしさをアピールできたのではないかと思います。大会開催への機運が一層高まる中引き続き日本政府、組織委員会や関係自治体の皆様と連携して 準備を加速させ、大会の成功と日本の魅力の発信に貢献してまいります。とコメントしている。ふるさと納税制度において、横浜市から他自治体への税収流出は顕著であり、流入はごくわずかである。2016年度のふるさと納税による研修額は、横浜市が約55億円で全国1位となった。近年は、 加熱気味となっているふるさと納税の返礼品について、林は違和感を感じている。従来は未導入だった横浜市からの返礼品であるが、2017年度に向けては簡素な返礼品を新たに設定した。2011年8月24日、暫定基準値500ベクレル、キログラムを超えた牛一頭の牛肉が市内の小学校給食に使用されていたと発表された。 8月31日、林は新聞のインタビューで小学校給食に提供された汚染牛肉への対応が後手に回っているかどうか聞かれ、後手に回ったとは思ってない。最も恐れたのは放射線に対する漠然とした不安の広がり。正しい情報や知識を伝えるのが必要と考え、そこに先進した。過度の対応は逆に市民に不安を与える。風評被害は、 避けなければならないと回答した。2011年6月の環境省からの事務連絡や8月に施行された特措法で焼却灰の放射性セシウムが1キログラムあたり8000ベクレル以下の汚染レベルの場合は一般廃棄物と同様に焼却、埋め立て処分が可能となったが以上であれば放射性、廃棄物と規定、大久保正隆横浜市議会議員による 被災地からの災害廃棄物の質問に対し、林は可燃性のものについて受け入れを考えている。焼却灰は最終処理場の残容量が限られており、市外への埋め立て処分が必要、災害廃棄物の受け入れ要請があった場合は、特措法などを踏まえ、市民の安全を第一に考えて対応を検討していくと答弁した。同年9月9日には安全性が確保できたとして、 放射性物質が検出されて保管していた焼却灰約2700トンを南本巻廃棄物最終処分場に埋め立てる方針を表明したが5日後の9月14日には林市長は実施を凍結すると発表した。ありがとうございます。